はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、元光がね、昨日お話しした内容の続行になるんですけど、60万人 YouTuber、めちゃめちゃ登録者の多いね、YouTuber、この夕闇に誘いし、漆黒の天使たち、ま、ちょっと長いんですけど、えーま、そういうグループがいてですね、その YouTuber が企画で女性一人で営む飲食店を名指しで悪口言いまくるって、動画内でめちゃめちゃひどいことを言いまくってたんですよね、飲食店を。しかも名指しで女性一人で頑張ってる。 お店をねむちゃくちゃ言って、まあそれ批判殺到して、えー、動画削除とかいうようなまあ非公開かにしてたわけなんですけど、まあそれに関して、やっとですね謝罪文っていうのが出たみたいなんですけど、その内容があまりにひどすぎるっていうことで、ね、話題になってるんで、今回見ていこうと思うんですけど、他にもねあのこのユーチューバー、UM の所属、まあ事務所があるわけなんですけど、その UM <laughs> はですね訳わ,わからない行動を取ってるぞと、引き消し作業してんじゃねえのかーとも言われてるんで、まあその件についても見ていこうと思います。元三つの チャンネルではジジニュース系のことをお話していきまますすのでいいいいねとと思ったら是非チャンネル登録もよろししくお願いしますということでね、まあ、詳細はね、こちらの動画を見てほしいって概要欄にね、リンク貼っとくんですけど、えーまあ、この中でね、まあ、ちょっと話しきれてなかった部分で、こういうことも言われてたらしいですよね。夕闇炎上の動画、普通にこんなこと言っちゃうんだっていうことで、む、ま、か、あ、つく死ねえみたいなこともね、えー、こんなテロップがついて喋ったりしてるんですよ。まあ、これどういう意図で、まあ、言葉の、ね、流れ的に死ねとか言ったわけじゃないかもしない。 しれないけどテロップでこう書くとむちゃくちゃ悪意あるよね、まあ、こういうことをね発信したりとかもしてる YouTuber なわけなんですよ でねまあ、その YouTuber が謝罪の報告ということで Twitter でこんな感じで上げてるわけなんですよねこれ、えー、と読みますね今回の件に関して昨年に上げた動画ですが非公開にさせていただきました不快に思われた方は申し訳ありませんでしたということで、まあ、昨年の時点で結構あのコメント欄とか荒れてたのに今非公開になってるんですよね先ほど店舗様に直接電話してこの度の件を謝罪させていただき店主の方には謝罪を受け入れていただきましたっていうことでねとりあえず解決したんだよって っってていいう風に言ってるんんですけど意味わかんないよねちょっと待って <laughs> 店舗様に直接電話して謝ったんだって言ってるんですよ。はいやもう速攻でお店行けよと。まあまあまずアポ取ることは大事かもしれないけどいえいや何電話で終わらせてんのみたいな感じだと思うんですけどねどんな対応だよ。 でえー、なお本件に関しての店舗様への連絡はご迷惑になりますのでご遠慮いただけますようお願いしますってお前らが言える言葉じゃねえよとそんなことしねえよひどい迷惑なことになることねもうむちゃくちゃなことをねこんなうに発信してるわけなんですけどいやここが一番わけわかんないね直接電話してあすいませんあの私たち動画ちょっとひどいこと言っちゃって申し訳なかったですって謝罪したらしいんですよこれで終わっていいの 一応ですねその問題の動画内容の時にですね、えー、他のお客さんから足崩しなさいとかって注意されたっていうことをね客層が悪いよあっこはっていうふうな言い方してるんですよはいや自分の方がこの対応とかしてるんだったらよっぽど民度とか、えー、客層って言ったらいいのかな、まあ、言葉違うけど、まあ、人としての価値観がずれてると思いますけどねおかしいでしょ あんだけひどいこと言ったりして動画で発信してでこれだけ炎上もしてんのにお店に対して電話だけで終わらせようとしてんだよ。 ましてありえないと思うけどね。まあもちろんね、その、えー、このツイートに関してはめちゃめちゃね、コメント来てるんですけど、数ヶ月前の動画なのにね、本当に悪いと思ってたら、その時に謝ってるはずだもんねって、まあ、その動画上げた時にも、もうすでに批判殺到してたんですよね。で、まともな人なら、菓子折りの一つでも持って、スーツでも着て、直接謝罪に向かうのよ。もちろんアポ取ってからね。で、受け入れていただいてたかどうかは、向こうが言うことだから、謝る側が言っても信憑性に欠けるんだよと。 まさに正論なんですよね。まあ、この人の言うとおりだなと思います。こちら、いいね、させていただきますね。あ、もともとね、ツイッターもやってるんで、もしよかったら、ホラーもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。とか、あと、謝罪を電話で済ますのかって、まあ、普通にそうだよね。直接電話しましたって。 え何間接的に電話するとかあんのみたいな話になりますよね。ここ書いてるもんね。直接電話しましたって。普通、直接っていうのは、そこの場に行きましたよぐらいの勢いの時に使うんじゃねえのもう訳わかんないよね、この人たち。で、うまいこと、ネットの怖さを知らない店主を丸め込んだな。直接謝罪するべきだし、1年後、2年後、もっと先まで経営リスクになることをあなたたちは理解していない。これがね、お店にとってどんだけ悪いことしてるか分かってないだろうって。 いう,ふうなね言われ方してます。ほんとそうだよね。まあ仮に悪気、まあ、悪気なかったは無理があるけど悪気なかったとしてもこの謝罪の対応ってありえないよね。うん、で他にもね、えー、こういうふうに言われてるわけですよ。歌詞折りも持たず電話で謝罪一人で切り盛りしてるおばあちゃんおばあちゃんかどうか、まあ、ここら辺わかんないんですけど、ね、何歳の女性か。孫の世代の子たちがご飯を食べに来てくれ嬉しかったんだろうなあったかくておいしいご飯張り切って作ったんだろうな,な夕闇なんちゃらお前らどう思うって。 いうことでね。まあ、問いかけられたりもしてるわけですね。お前らおかしすぎるぞと。 いう,ふうにね言われてますこちらいいいねさせてんなむちゃくちゃな謝罪をしてるわけなんですけどでね、えーまあ、所属事務所ウームなわけなんですけど、えー、YouTuber 事務所のウ、UM ねえームねそのことについてねこういうふうに言われてる人がいます飲食店に悪態ついた夕闇のグループ、えー、さっきの YouTuber ねもうやばいが炎上した日に契約会社のウームが SNS トラブル防止動画コンテストを追して夕闇の問題には触れずに裏で 問題は問題の動画を消して回ってるのを笑ってしまったっていうことで <laughs>、まあ、UFO 部がです、ねまあ、ちょうどその炎上してニュースとかにもなってるいるときにです、ね、まあ、こんな感じでシルクロードが審査委員長を務めた SNS トラブル防止動画コンテスト、えー、表彰式が開催されましたということで <laughs>、SNS トラブル防止コンテストとかやってたみたいなんですよね、まあ、そういうのを挙げておいて、まあ、謝罪とか、えー、事務所からは出てないんですよ。 まあ、そしてですね、まあ、現在、その炎上した動画っていうのは非公開にされてるんですけどもうすでに結構ねネット上ではね動画が出回ってるんですよ。よ、まあ、天才という形で、本来やっちゃいけないことですよ。天才はやっちゃいけないことなんですけどこういう動画だったよっていうことで、えー、まあ広まってるわけなんですよ。よでその天才されている動画っていうのが現在、ですねもうこんな感じであの動画ありましたってこの人貼ってくれてるんですけど、まあその天才の動画に関してはこの動画、ウーム株式会社から著作権の申し立てがあったと。 削除されましたっていうことで、天才動画をとにかく消して回ってるみたいなんですよね。火消し作業みたいなことをしてるということで、この方は言われて、裏では問題の動画消して回ってるのを笑ってしまったって。いや、まず事務所としても謝罪じゃないのこれ うん、それぐらい、一個人をボロクソに言って、被害とかを受ける可能性があることやってたわけだからさ、相当やばいわけですよ。なんで事務所がここ謝らないのって、元光は思いますねね、まあ、こちらいいい、ね、させていただきますね。 でえー、まあこういう風な、えー、事務所の行動もおかしいだろうっていう風に言われてるわけなんですけど、まあ、ただ幸いというか結果的にはねそのお店っていうのがもう今めちゃめちゃ高評価なんですよまあもちろんこれ言ってない人もねコメントしてるんだと思うんですけど YouTube の動画とか見て、えー、めちゃめちゃいいと動画内ではそういう風に思いましたみたいなね、えー、動画とか上がってたり頑張ってくださいっていう応援のコメントがいっぱいあるわけなんですよもう5点だよあんまりないよねこれすごいことになってるわけなんですけどまあこれは でねえー、まあ実際に行ってない人がレビューを書くのはあんまりいいことではないとは思うんで勧、まあ、めたりは元光はしないですけどただ、この話ね、あのー、3ヶ月前ぐらいからもうあのちゃんと行った人のレビューとかもあったみたいなんですねこの方が言われててゆうやみって YouTuber がレビューゼロの店の初レビューを書くって動画で叩いた店ネットビィンがレビューで星5をつけまくり永久不動に元の4件も星5だけで店主の良さがわかるそう元の4件もあるんですよ。 まあおそらく最初の企画がレビューゼロの店の初レビューを書くっていうものだったんで、まあ、この人たちの最初の動画かを見て行った人もいるのかもしれないですけどその後の4件とかも星5だけで店主の良さが分かるぞっていうこと言われてるんですよ、まあ、それがこういうコメント、えー、レビューになるんですけど、まあ、ちょっと長いですけど読みますね友人が地元のおすすめと連れて行ってくれましたどことなく懐かしさを感じる雰囲気だって言ってて3ヶ月前のねこういうレビューがあるんですよでカツ丼とおうどん多少 お時間かかりますとのことでしたのでゆったりと待たせていただきましたお一人で切り盛りされていることだったので想定内むしろ尊敬しますそして届いたのは丁寧に作られた懐かしい裏切らないホッとする美味しさの、うん、お食事で 元気が出ましたチェーン店のジャンクな味に慣れている人だと受け止め方が違うのかもしれませんが馴染みある優しい美味しさですよコロナ禍以降こういったお店はどんどん減ってしまい心落ち着く味に会えるお店は少ないですねまた大変だと思いますがお体に気をつけてぜひ長く続けていただきたいですまた食べに行きますというようなこういうのももう3ヶ月前の時点で あったんですよで他にもね、えー、お星5をつけてる人がいたりするというようなそんないいお店なわけなんですよでね店に電話謝罪したとツイートだけし、えー、証拠なし何もなかったように普通の動画だけ昨日投稿もともと予定のレビューも自らはせず事務所も沈黙というのはう今のこの状況おかしすぎだろっていうことを言われてるわけなんですよね、まあ、ただまあ 結果論ですけど、最終的にお店がね、こういう風にいいイメージがついたということで、まあ、ちゃんとねあの、正義と悪っていうのが、はっきり分かれたこと自体は良かったんじゃないのかなと思います。まあ、こちらもいいねさせていただきますね。まあ、ただこれね、有名になったからって、まあ、この飲食界隈の、えー、話ではあると思うんですけど、めっちゃ来てほしいってわけでもないと思うんですよ、こういうお店って。 まあここら辺が難しいところですよね。ネットでまあ有名になったから、みんな行きたくなるのはわかるんですけど。 だからといって、まあ、殺到すると、それはそれでお店の人を結構困るっていう部分もあると思うんですよね。もちろん来てもらって嫌だなんて思わないとは思うんですけど、まあ、お店をね、応援したい気持ちはわかるんですけど、まあ、そのお店にいっぱいいろんな人がね、殺到するっていうのもちょっと違うとは思うんでね、はいまあ、あの温かく見守っていくことが大事なんじゃないのかなと思います。まあ、地域密着点的な感じがしたからね、はい、動画見る限りも、はい。ということで、今回のお話は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは時事ニュース のことをお話ししていきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました